VL85 型は、ソ連運輸通信省及び、ロシア鉄道が1983年から導入した、交流電化区間用電気機関車。長編成、重量級の貨物列車建員用に製造された。1980年代まで、ソ連の交流電化区間に導入されていた、電気機関車は、軸配置ボボボの両運転台式、もしくは軸配置の2車体連結式の構造を、 とっており、長編成、重量級の貨物列車を牽引する際には、重連運転が用いられていた。1983年以降は総括制御を可能とした VL80S 型の製造が始まり、必要な人員の削減に成功したが、一方で、多量の電気機関車を必要とすることで保守を行う部品が多くなり、コストがかさむ電気機関車の全面に、 貫通扉が設置されておらず乗務員の移動やメンテナンス時に支障があるなどの課題が残っていた。そこで、これらの問題を解決するべく全ロシや電気機関車、技術研究所は2車体連結式、全従に軸駆動の強力な交流電気機関車を開発した。そしてこの開発に協力した、ノボチェルカスク電気機関車工場により、製造されたのが VL85 系である。 二車体を合計した全長は4万5千ミリメー m m と VL80S 型の三車体連結編成よりも短縮されている。台車は各車体にボギー台車が3箇所に設置されており、曲線走行時に中央部の台車が横方向に移動することで安定した速度を維持することができる構造になっている。車内に搭載された主要機器は サイリス体操制御方式を採用した VL80R 型を元にしており、試作者は主電動機の開発の遅れから VL80R 型と同じ NB-418 型を用いた一方、量産者はより6%出力が増加した NB-514 型を12機搭載する。また、回生制動時の速度や電動機への電流を自動的に維持、管理する。 自動制御装置がソ連の電気機関車として初めて採用されている。1983年に2両の試作車が製造され、試験運転が行われた後、1986年からソビエト連邦の崩壊を挟み1994年まで製造が行われた。全車とも東シベリア鉄道支社に配置され、重量級の貨物列車牽員に使用されている。 一部車両に火災などの事故により、廃車が発生しており、残った片側の車体が別の車番の車体と連結した車両も存在する。ありがとうございます。